アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ。見て見て、画面にいっぱいデコれるんだよ。はい、コナンです。デレステやっていきたいと思います。まずはプラチナガチャ10連。もちろんね、今回の新アイドル SS レア北条カレン、そして S レアの今井かな狙いでいきたいと思います。おお、いきなり出たね。おお、メアリー・コクラン、スーパーレア、いいね。まあこの辺はね、モデルの経験は少々でも SS レアはね、なかなか出ないんだよね。確率 1.5% だったかな。スーパーレアが、まあ、10回引くと1回は絶対出るらしいんで、もうすでに1回出てますけども。おお、また来たね。女王ヶ崎レア、スーパーレア来ましたね。おお、また来たね。浜口あやめ、3つの的を人差しで射抜くとは、見習いたいと思います。Sレア3回って結構いいよね。まあスーパーレア3回出たんで、お疲れ様です。僕としては満足です。さあ、アイドル編成、今回出た新アイドルたちを使ってライブ行きたいと思います。曲はどうしようかな、迷うよね。結構ね、どれもいい曲ばっかでね。スノーウィングズ、おチューリップ、これいきましょうか。新しい曲だよね。チューリップレギュラーでいきたいと思います。初見プレイなんでね。忘れてきてあげたのよ、自分の傘は。雨の日は寄り添って近づけるでしょ。なんとかね、最後までライブクリアすることができました。さあ、これでどれぐらいかな。まあレギュラーなんでね、一応ランクは S ですね。さあ皆さんね、デレステやってる方、ガチャ何が出ましたか。またコメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。